どうもかっちゃんねるです。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。実はですね、今回は皆さんにご報告があってこの動画っていうのを撮っております。この度ですね、補助金助成金などを国の制度をですね解説するチャンネルっていうのを開設することになりました。はい、正確にはですね、このチャンネルを補助金助成金に特化したチャンネルにしようというふうに思っていて、名前もですね、かっチャンネルからですね、補助金オタクというですね、まあダサカワなですね、名前にしていこうかなというふうに思っております。で、今までもですね、たまに、まあ、助成金であったりとか補助金に関してお話をしていたので、まあ別に改まってですね、こういうことでもないやんというふうに思われるかもしれないんですけれども、まあこれからですね、助成金とか補助金とかそういったところをメインに話していって、それにまつわるようなこう資金調達についてもですね、取り上げていこうかというふうに思っているので、まあ、もしですね、こう今までみたいにこう利益向上にまつわるような幅広い話題っていうのを求めている方からしたらですね、まあ、少し違った内容になってしまうかなというふうに思っていて、まあ、それだとですね、まあ、せっかく今まで応援してくれたあの方に対して失礼かなというふうに思って、こうして動画で説明したいなというふうに思いました。で、なので、まあ、それなら興味がない、聞きたくないっていう方はですね、もうチャンネル登録っていうのをこう外しておいてもらえるといいかなというふうに思います。まあ、悲しいですけどね。それでもですね、まだ付き合ってくれるっていうような方がいらっしゃいましたら、必ずですね、登録しておいてよかったなっていうふうに思ってもらえるような、そんな感じでですね、頑張りますので、今後ともですね、末永くよろしくお願いいたします。はい。で、ちなみにですね、これチャンネルを刷新しようというふうに思った理由っていうのをですね、お話をすると、主に3つあります。まず1つ目っていうのがですね、コロナ禍で問い合わせっていうのがですね、すごく増えたこともあって、そんなニーズに応えたいなっていうふうに思ったからです。利益向上の方法はですね、主に売上を上げるのか、それともまあ経費を削減するのかっていう、まあその2つだよっていう話をしてきたんですけれども、まあそもそもですね、その取り組みをするためには、ある程度の資金がないとやっぱりいけなくて、で、コロナでですね、その資金っていうのが少なくなっている方々っていうのがとても多いというふうに思います。そこで必要になるのが補助金や助成金っていうのをはじめとした資金調達なので、そういう意味でですね、今私たちがこうやらなければいけないことっていうのは、この資金調達の部分、その中でもですね、情報がタイムリーに変化する補助金助成金についてをこう発信し続けることだというふうに思ったし、それがですね、一番皆さんの役にも立って喜んでもらえるのかなっていうふうに思いました。これがですね、私がですね、かっチャンネルに別れを告げて補助金オタクを始めようというふうに思った一番大きな理由になります。そして2つ目がですね、1つ目の副作用みたいなものなんですけれども、こうニーズの増加に伴ってですね、こう怪しい業者っていうのが増えて、間違った情報を伝えたりで、情報がですね、こう錯乱していることに問題意識っていうのを感じていて、で、専門家の意見も参考にですね、正しい情報っていうのをまとめたいなというふうに思ったからです。で、最後3つ目がですね、まあ、これは私が補助金助成金のサポートっていうのを始めた8年前くらいからもうずっと感じていることなんですけど、国などがですね、用意してくれている説明資料、こういったものがですね、こう圧倒的に分かりにくくて、そこを噛み砕いた情報っていうのを伝えることが活用をですね、こう促進できるんじゃないかなというふうに思ったからですね。まあ、どれだけですね、情報が正しかったとしても分かりにくくて理解できなければ、それは正しくない情報と変わらんなというふうに思っていて、で、このチャンネルではですね、できるだけ専門用語っていうのは少なくして、で、正しく発信をしていきたいなというふうに思っています。補助金や助成金っていうのはですね、早く、多く、正しくというこう三拍子が揃って初めてうまく活用していくことができるので、まあそれをですね、サポートできるチャンネルでありたいなというふうに思っています。まあとりあえずですね、まあこのチャンネルを見ておけばですね、こう補助金助成金の情報収集っていうのは問題なしっていうくらいにはしていきますので、まあお金もらう準備だけして待っておいてください。はい、それではまた。